今日は大変楽しみなゲームです。この試合を引き分け以上で終えることができればリーグ優勝が決定します。楽しみな一戦がやってまいりました。皆さんこんにちは。今日の試合、実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。福西さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて福西さん、あいにくの雨となりましたが、試合の方はカラッとした試合を期待したいですね。そうですね、厚い雲を吹き飛ばすようなゲームに期待しましょう。今日のゲストチームですが、今シーズンアウェー戦ではかなり調子がいいようです。はい、現在12勝とアウェー戦13ゲームを終え、勝率はリーグトップです。アウェー戦にますます自信を深めているでしょうね。本日のアウェーチームはどう見ますか？このチームは今や有力な優勝候補です。しかしこれは試練とも言えるでしょう。プレッシャーとの戦いでもありますが、期待以上の成績を残しているこのチームなら大丈夫でしょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 も採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので爆発力はありますよ。前半キックオフです。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ここは縦を突くでしょうか。味方を使うでしょうか。狙ってきたぞ。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。このゴールでさらに優勝が濃厚になりました。いいですよ、このままいけば優勝ですね。1点のリードが余裕を与えていますね。同点だった時よりも落ち着いています。ボールを取りました。さてどうする。重要なゲームも後半に入りました。このまま行けば優勝です。選手にはプレッシャーがかかりますね。最後の笛が鳴るまではまだ気が抜けないですね。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。長澤俊、いいボールが入りそう。このシュートは浮いてしまいました。ちょっと力みすぎましたね。ボールはバーの上です。これは決めたかったですね。バーの上ですか、惜しいですね。モントーヤ、スティーブンス、ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。
これは見事なインターセプト。タッチを割ってスローイン。フリーの選手を狙ったクロス、入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。ここで1点入りました。リーグ優勝を大きく引き寄せています。いい場面で決めました。この勢いを最後までキープしたいですね。スティーブンス、デビ・プレッペル、スウェーバー吹かれません。危険なタックルでしたが、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。レナト・サンチェス、キーパーがしっかりと止めました。になった。カウンターアタックに入るか。スペースへのボール、味方にスルーパスを狙いましたが強すぎたか。キーパーが止める。見事なセーブですね。ボールをよく見ていました。主審がプレーを止めました。イエローカードが提示されます。先ほどのプレーでファールがあったようですね。中央にクロス、よく止めましたがボールはこぼれています。これはやられたかと思ったんですが、キーパーが好セーブを見せました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。シュートは入るか。いいコースに飛びましたが枠を捉えきれません。スティーブンス、タッチラインを割りスローインです。マークを振り切った。いいクロスだ。キーパーに近すぎました。ボールを運びゴールに、シュートを狙う。ゴールキーパーが余裕を持って対処しています。レフェリーはインディケイティッド、There will be a minimum of 3 minutes of added time. このパスはダメでした。通りません。ハモン・ロペス、見事なスルーパス。これはスルーパスか。決まった！素晴らしいシュートだ！そこにいましたか。これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。追加点を決めました。守る側が気持ちが切れてしまっていますね。集中しなければいけません。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。試合はどうやら一方的な展開になってきています。デビ・プレッペル、前半が終了。前半から変化はあるのでしょうか。後半キックオフです。これは狙えます。キーパー止めましたがまだインプレー。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。素晴らしいボールだ。クロスバーだ。ここはしのぎました。危険ではありましたが守備が上回りました。
あと少しずれていればゴールでしたが、枠に嫌われましたね。パスコースにはディフェンスがいます。狙ってきたぞ。このシュートは簡単に止められました。福西さん、格下と見られたチームがリードしていますが、これはこのまま行ってしまうんじゃないでしょうか。そうですね、全員が集中を切らさないようにしっかり戦えば、このままの結果というのは十分考えられますよ。相当な距離、ゴール！目の覚めるようなゴールです。あそこから打ってくるとは思いませんでした。いい判断でしたね。チーム全体が盛り上がっています。このゴールで少し流れが変わるでしょうか。今日の試合、チームは勝利が必要です。福西さん、この1点は大きいですね。はい、ここから勢いに乗っていきたいですね。大量リードを許した状態で再びキックオフです。ここまで同点のまま試合は進んでいます。今日の試合、チームには勝利が必要です。福西さん、ここから選手には何が必要になってきますか。難しいシュートでしたが、枠を外れます。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね、この試合内容では無理もないですかね。スティーブンス、ルーズボールです。ボールはどっちだ。福西さん、ベガルタ仙台の次の試合ですが、どう思われますか。次はクリスタルパレスです。プレミアリーグでの対戦ですね。勝敗の予想が難しいカードでしょう。このパスは最高のボールが出た。ゴールです。ゴール、ゴール。これで今日3発目ですよ。絶好調ですね。このゴールは大きい。タイトルがさらに一歩近づいています。惜しいところでゴールを追加してくれましたね。よほどのことがなければこのまま優勝できるでしょう。ワンサイドゲームとなってしまいました。ゴール前に入ってきた。シュートは入るか。このシュートが外れた。どうしたんでしょうか。余計な力が入ったかもしれません。決めたかったでしょうね。この選手、今日はよくやっていたように見えますが、ここで交代ですか。形でゴール。ここでシュート。ここは簡単にキーパーがさばきました。ブルーノ・サルトル、タックルでボールを奪いましたが、タッチラインを割ってスローインです。平岡康弘、決まるか。キーパーが前に出てボールを抑えた。兵藤慎吾、下がってボールをもらいます。ゴールチャンス。
シュートのコースを読んでいましたね。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。選手交代があるようです。野津田学人、長澤俊、キーパーが意地のセーブを見せました。そう簡単にはゴールさせないという気迫が伝わってきますね。素晴らしいセーブです。ボールを大きく押し出します。ファーを狙った。ここはクリアされました。ソリーマーチ、長いシーズンのハード